はい、今回の動画はですね、トレーニング時間があまりない人の向けの時短で最大限の効果を上げるためのポイント4つを説明していきます。で、今回の動画は、ブラッド・ショーエンフェルドの筋力と筋肥になるための時間効率の良いトレーニングプログラムをもとに方法を解説していきます。まずポイント4つあるんですけど、1つ目が週に各部位4セット以上、6レップから15レップの間で行う。で、2つ目がコンパウンド種目、特にバーベル種目を中心に行うこと。で、3つ目がドロップセット、スーパーセット、レストポーズというトレーニングテクニックを使ってボリュームを効率よく稼いでいく。で、4つ目がストレッチを省いて、ウォームアップは各種目の軽い重量で行うっていうことですね。まずですね、このトレーニングを説明する前に、前提としてトレーニング効果を最大限発揮するためにはトレーニングボリュームっていう考え方が大事になります。トレーニングボリュームっていうのは重量×レップ数×セット数の週あたりの総和になります。これをある程度確保してあげて増やしていくっていうところが大事になります。特に時間がないとセット数が減ってしまってトータルボリュームが不足になりがちなので、ここを効率よく稼いであげるっていうのがポイントになります。これがまず前提です。で、1つ目から説明していくと、週のセット数とレップ数に関しては少なくとも週に各部4セット以上やることで、まあ、6レップから15レップで行うこと効果的です。なので、まあ、大体10レップ前後っていうところですね。トレーニングはコンパウンド種目を中心に行います。特にバーベル種目になります。コンパウンド種目は特にやるべき種目を3つ絞っていて、足で押す系の種目、まあ、スクワットであったりレッグプレスであったりが1種目目、まあ、スクワット系の種目です。で、2種類目がプル系の種目、上から下に引く種目なので、懸垂であったりラットプルダウンであったり、まあ、それに類似したマシンですね。上から下に引く種目、プルケアの種目で、3つ目がプレスケアの種目になります。例えばベンチプレスであったりダンベルベンチプレスであったりっていう種目になります。基本的にはこの3つの種目もマシンよりもフリーウェイトで行います。マシンよりもフリーウェイトを使うことによって、より多くの筋肉を同時に鍛えることができて、まあ、時間に対する効率がいいので、フリーウェイト種目でなるべく行ってください。フリーウェイトにもダンベル種目とバーベル種目があるんですけども、さっきの3つに関しては特にバーベル種目で行います。まあ、理由としてはダンベルっていうのは、まあ、特定の筋肉を鍛えるのに適しているんですが、ダンベルよりもバーベルの方が一度により多くの筋肉を動員することができるので、まあ、時間効率で言うとバーベルの方が効率的です。なのでバーベル種目でなるべく行います。で、インターバルは1分から2分で行います。で、セットの組み方は基本的にストレートセット法です。10回ギリギリできる重量で3セット行うのではなくて、10回3セットを最後の3セット目の10レップ目をギリギリできる重量で行います。なので 1,2,3 セット全部10レップでやって、重量を変えないセットが基本になります。例えばスクワット、まあ、60キロ10回3セットでやる場合っていうのは、1セット目があと 2,3 回できる余力を持って終わります。で、2セット目があと1回から2回できる余力を持って終わります。3セット目の10レップ目でギリギリできるかできないか、ギリギリできる重量で終わります。これがストレートセット法です。で、基本的に1セットから3セット目まで重量を落とさないで3セット通しで行います。2セット目で3セット目も絶対無理だって分かったら少し重量を落とします。これが基本的なストレートセット法です。で、次がですね、スーパーセット、ドロップセット、レストポーズ法でボリュームを効率よく稼いでいくっていうテクニックになります。まずスーパーセットっていうのは拮抗筋ですね。肘を曲げる時に使う筋肉っていうのは上腕、まあ、二頭筋になります。で、今度肘を伸ばす筋肉っていうのはこちらの腕の裏側の上腕三頭筋になります。例えばダンベルカールで上腕二頭筋を使った後にすぐ、トライセプスエクステンションみたいな種目で三頭筋を鍛えると、三頭筋を鍛えている間に二頭筋が休まるので、まあ、インターバルにもなるし、交互にやることによってインターバルを取らずにできます。なので時間効率がいいので、こういうテクニックも使っていきます。ただベンチプレスと懸垂とかっていうのはなかなか、まあ、ジムでできることってないので、基本的にはそのダンベルとかで行って、インクラインカールとラインのトライセプスエクステンションっていう風に行えば同じダンベルでもできますし、同じダンベルじゃなくても、まあ、すぐに戻せば変えることができるので、まあ、基本的に腕の種目でスーパーセットを使っていきます。拮抗する筋肉をインターバルなしで交互に鍛えていく、これがスーパーセットになります。で、次にドロップセットですね。ドロップセットっていうのは、例えばサイドレーズで10キロで限界まで行ったら 20% 落としてまた限界まで行います。で、またまあ 20%、本当はまあ 6. 何キロになるんですけど、次6キロ で限界まで、で、次4キロ2キロっていう風に、まあ、ドロップしていく、落としていく方になります。これをまあ大体3回から4回落とすっていうのがドロップセットになります。ドロップセットは例えば10、8、6、4、
で1セットで終わりなので非常に時間を短縮できます。インターバル取らなくてもいいので1セットで基本的に終わるのでかなり時間を短縮できます。なんですけど、ここにも書いてあるようにドロップセットは基本的にサイドレイズとか、ダンベルカールとかそういうアイソレーション種目、重量を扱わない種目で行います。これを例えばスクワットとかで行っちゃうとかなりきつくなってしまって腰を痛めやすくなったりするので、基本的にはそういうサイドレイズとかダンベルカールで行います。で次がレストポーズ法ですね。レストポーズ法っていうのは、例えば懸垂を10回限界まで行ってもらって20秒休んでまた限界までを繰り返していくセット法になります。で、大体先に回数を決めておきます。例えば懸垂ならば25回っていう風に決めておきます。1セット目10回で1回20秒休憩します。で次のセットが7回で17回ですよね。でまた20秒休んで今度5回で22回ですよね。また20秒休んで3回で25回っていう風に20秒休んでまた限界までっていうのを繰り返して、その所定の回数になるまで繰り返していきます。これがレストポーズ法です。これも、さっきのドロップセットと一緒で、スクワットとかでやると非常に呼吸が乱れて腹圧もかけられなくて腰痛めやすいってなるので、あとベンチプレスとかで行う場合もベンチプレスのセットアップ中って結構時間取るじゃないですか。なので懸垂とかラットプルダウンみたいなすぐ動作に移れるような種目でやるのがおすすめです。特に懸垂とかが非常に向いてるかなっていうトレーニング方法です。こう負荷の増やし方も、例えば25回設定してそれができたら次は26回っていう風にどんどん増やしていって、30回になったら次重りを足してまた25回から30回まで増やしていくっていう風になります。これが3つの短い時間でボリュームを稼ぐトレーニング方法になります。次の4つ目ですね。4つ目のポイントのストレッチを省いてウォームアップを軽い重量で行うっていうところなんですけど、ストレッチはなるべくやった方がいいんですけど、さらに時間を削りたければストレッチをせずに特異的なウォームアップ、つまりスクワットならばスクワットの軽い重量でバーだけとか40キロでやるとかいうスクワットをして体を温めるっていうことです。具体的なウォームアップの数字でいくと、バーベル種目はメインセットが80キロならば、自重バーベルを持たずに、10回でバーだけで10回、次40キロで10回、だいたい 50% で10回、次 75% から 80% の60キロで5回ぐらいでメインセットに移るっていうところですね。ウォームアップであんまりこう重量をやらずに結構すぐメインに行く人がいるんですけど、なるべくこういう風に刻んでいくことをお勧めします。そのバーベル以外の種目だとメインセットが50キロなら 50% で10回やって、で 80% で5回やってメインセットに行くっていう方法をお勧めします。やはりバーベル種目の方がウォームアップ多めで、その他の種目は少し少なめっていう風になります。時間がない場合はスーパーセットだったりドロップセットを使ったり、レストポーズ法を使うっていうのはすごく有効なので、その時間が限られてない人でも、もうメインのそのベンチプレスとかスクワットで時間がかかってこういうのやるのめんどくさいなって思う人はこういうテクニックを使ってもいいと思います。時間がない人は最大限の効果を上げるためにこういう方法を試してみるといいと思います。以上です。ありがとうございました。